ハワイの食用ガエル、北王子魯山人。小島正次郎君、僕の作品展示会の模様は、公便で記事の出ている新聞と一緒に送りますから、それをご一覧ください。ここでは、アメリカで食べたお料理のことをざっと書いてご覧に供しましょう。飛行機がハワイに着くと、与田さんが迎えに来てくれて、ホノルルの本町通りで自身経営しているシティグリルというのへ連れて行かれ、ここでアメリカにおける最初の食事を取ったわけです。食用ガエルの足をオリーブ油でフライにしたのを出されたが、これはなかなか美味でした。食用ガエルは日本でも盛んに使われていますが、何のこともなく別に美味しいとも思ったことはありませんでしたが、シティグリルで試食してからというもの、食用ガエルに対する認識を新たにしました。それでアメリカ本土へ渡ってからも興味を持って機会あるごとに食べてみましたが、サンフランシスコ、シカゴ、いずれもダメ。食用ガエルはシティグリルにとどめを刺します。ハワイは意外に食べ物のうまいところで、アロハ飛行場で出されたアイスクリーム、コーヒーの素晴らしかったこと。コクがあって粘りが強くって、あんなにうまいアイスクリームはついぞ口にしたことがありません。未だに忘れかねています。ハワイのコーヒー、これも素晴らしくいい。風土のせい、気候のせい、コーヒーそのものがすこぶる上等なのでしょう。その上、ミルクの味のいいこと。まさに近来の掘り出し物です。サンフランシスコでは、出迎えに来てくれた人に連れて行かれたグロットというイタリア料理店。魚市場の近くにあったので、これはうまいだろうと思った通り、ここの伊勢海老は日本の伊勢海老よりもむしろ優れて言わすまいかと思った頃でした。分けてもここのサラダが優秀でした。ことにサラダ菜の葉あたりがサクサクとしていて、しかも味があって、日本ではとても食べられないものの一つでしょう。しかし、外国はどこの国の料理でも食器と盛り付けの点で落第です。どんな一流の店でも実につまらぬ食器を使って、盛り付けに何の注意も払っていません。鍋やフライパンから無造作に皿へザーッと開けて平気でいます。目に訴える美観について鈍感なのに驚くほかありません。この点、盛り付けを含めて日本料理の高さというものは世界無比だと思います。食べ物は単に舌だけで味わうものではなく、全感覚を喜ばせるものでありたいとする日本人の美食学は実に世界の最高を行くものだと思います。言うまでもなく、店構えも立派、すべてが清潔ということも第一条件でありますが、それだけで終わっているアメリカ料理の奥行きの浅さを僕は感じずにはいられませんでした。サンフランシスコからシカゴへ飛ぶ飛行機の中でサービスされたジュースのうまさ、日本で売っているジュースにあらず。サラダ菜もすこぶる美味。これはアメリカ菜ではなく、イタリア菜のよし。まだ牛肉、豚肉、魚のうまいのに行き合わず。シカゴの話は後ほど。とりあえず以上を飛行便に託します。4月30日早々。